白丸ダムは東京都西多摩郡奥多摩町白丸、多摩川水系多摩川に建設されたダム。高さ30.3メートルの重力式コンクリートダムで東京都交通局の発電用ダムである。同局の水力発電所、多摩川第三発電所及び白丸発電所に送水し合計最大17,500キロワットの電力を発電する。 ダム湖の名は白丸湖という。1963年、東京都交通局が白丸共作地帯と呼ばれる玉川段階の谷に建設した。蓄えた水は下流のお竹にある玉川第三発電所に送水し、最大16,400キロワットの電力を発電させる。2001年、国土交通省が挙動を新設し、 玉川に生息する魚の往来ができるようにした。また、白丸ダム直下に白丸発電所が建設され、観光のための放流水を利用して1100キロワットの電力を発電できるようにした。JR 大目線、白丸駅下車、徒歩10分。エメラルドグリーンの水が壮観な、東西に細長い人造湖である。上流には、小河ダムがあり、 その直下にも東京都交通局の玉川第一発電所がある。白丸ダムが東京都交通局による発電用ダムであるのに対し、小河内ダムは上水道用水確保を主目的とした東京都水道局のダムである。ありがとうございます。